はい、どうも、ディジュリドゥ奏者のスマイリーです。今回はですね、ディジュリドゥ奏者であれば誰もがぶつかるであろう壁として知られている循環呼吸について解説していきたいと思います。循環呼吸はですね、まあ、ディジュリドゥをね演奏する上では循環呼吸をまずね覚えなくちゃいけないっていう方もいると思うんですけど、オーストラリアで路上演奏をね約1年間やっていた時なんですけど、もう循環呼吸のやり方が分かんなくて、循環呼吸を覚えず他の技術だけたくさん覚えちゃって演奏していたんですよね。なのでディジュリドゥを演奏する上で循環呼吸ができないとこの技術ができないとかそういうことではなくて、ちなみに循環呼吸っていうのはディジュリドゥの音を出しながら音が出てる間に鼻で息を同時に吸えるんで音がずっと途切れないんですよね。だからディジュリドゥなしで言うとドゥワ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 ってやってたらずっとそれが鳴り続けるっていうことですよね。まあ循環ですからね。英語ではねサーキュラーフリージングって言われていて、それがディジュリドゥのね醍醐味の一つでもあるし、ディジュリドゥできるんだって言われたら、あ、じゃあ循環呼吸できるのみたいな形でね言われる人もいると思うので、まあディジュリドゥイコール循環呼吸みたいな形でね結構言われる方もいるんですけど、僕的にはそういうわけではなくて、ディジュリドゥのね循環呼吸の技術ができなくてもいろんな技術とかができるし、覚えるのは結構後でもいいなとは思ってます。っていうとね、今日の動画ねこれで終わっちゃうんで、今日はですね、まあ僕なりに本当にね僕は誰にも教わらずにこう循環呼吸を自分で覚えたんですけど、自分が循環呼吸を習得した中でどういう感覚で覚えているか、あとどういう風に循環呼吸をやっているかっていうことをちょっとまあ解説できたらなと思います。まずね、ディジュリドゥなしで循環呼吸を教えた方が分かりやすいと思うんですよね。循環呼吸っていうのはほっぺたありますよね。でここを膨らませるんですよ。んで今この音鳴った音あるじゃないですか。これは肺から出た空気じゃなくてこのほっぺただけの空気のみから出された音なんですよね。ちょっともう一回やりますね。ちょっとね顔が完全にキモいと思うんですけど、ここだけでね空気を出すと、そうすると肺が開いてるんですよ。ここでしか出てないから、ここだけの空気で音が出ているんで、こっちはね開いてるんですよね。ほら両方聞こえません？ここの空間だけで音が出せていれば鼻で息が吸えるっていうことなんですよね。ちょっとね分かりづらいと思うんですけど、ディジュリドゥなしでこの循環呼吸をやるとですね、基本音の振動を口に与えますよね。こんな感じです。鳴ってますね。そしたらこれが循環呼吸なんですよ。エアディジュリドゥみたいになってたんですけど、今のは、口の中の空気だけを使って音を出して、それで同時に鼻で息を吸ったんですよね。だからこういう感じです。口だけの圧力で音を出してその間に鼻で息を吸うっていう形ですね。こういう感じです。循環呼吸をやる際に結構重要なことが僕は一つあると思うんですけど、まず循環呼吸をやる上で上唇と下唇の筋肉が安定してないとね、振動がね循環呼吸をしながら与えられないんですよ。あ、音が止まっちゃうみたいな、しっかりね振動が伝わらない時っていうのは上唇と下唇のこういうここの筋肉がねまだしっかりできてないんで、だから循環呼吸ができないっていうパターンが多いので、とりあえずディジュリドゥを吹いて口の振動をディジュリドゥに与えることに慣れていくと、ここの筋肉が結構発達してきてですね、こういう形振動をキープさせながら中に空気を作っても振動を与えられるように口の筋肉が安定してくるので、そこまで来れば循環呼吸すぐできるようになると思うんですよね。じゃあちょっとディジュリドゥを、吹きながらちょっと解説していきたいと思います。ディジュリドゥありで循環呼吸をやっていくと、はい、こんな感じですね。ちょっと極端にやってみたんですけど、
まあ音がねずっと途切れず続いていくので、ザ・循環呼吸。まず初心者の方が、循環呼吸をやるときに最初に意識した方がいいなと思うことはですね、ほっぺたの空気をまず溜めるっていうことですね。こんな感じですね。で振動をかけます。まあこんな感じでですね、ほっぺたからしっかりと空気が圧縮されていれば、ほっぺたをねぴょんぴょん押した時にね音がちょっと変わってくるんですよ。これをチェックしながらちょっとできてるかなっていうのをやってみてほしいんですけど、次はどうやるかっていうとですね、こんな感じでですね、ほっぺたに溜まった空気を振動をかけながら押し出してあげるっていう形ですよね。こういう感じですね。でね、押し出すと音がね、わっていう感じなんですよね。わっていう風に音が聞こえやすいですよね。こんな感じです。今一回一回音が途切れてるじゃないですか。これを滑らかにしていくと音が繋がっていくんですけど、これに慣れてきたらもう簡単ですよ。今の動作ができている時にここを使ってないんで、鼻で呼吸ができるので息が吸えるんですよ。ちょっとね極端にやってみますね。ほら同時に音聞こえません？ほらわって言いながら鼻の息も吸ってる音が聞こえるじゃないですか。これが循環呼吸なんですよね。ここの今空気しか使ってないですから、これをねずーっと連続して続けて練習するんですよ。でこれをどんどん速くしていくと、まあ今の段階だと音はまあねまだ切れている状態ですけど、ずーっと連続してるとちょっと繋がってるようにも聞こえません？でずっとね練習していくと滑らかにね音がつながるような感覚をちょっと覚えてくるので、今の音を切る形からちょっとつないでみますね。はい、音を切っていた音が今度は切れる途中でもうつながっているじゃないですか。そういう形でですね、まずは音をっていう感じで単発で音を出しながら同時に鼻で吸う練習をして、慣れてきたら音が切れる前に鼻で吸っちゃうんですよ。こう途中で切れるまでに鼻で吸っちゃえば次の音がもう出てきてくれるじゃないですか。音が切れるまでに次の音を出しちゃうんで、それを回転させていけば循環呼吸になるっていう、僕の中でちょっと分かりやすい解説の仕方なんですけど、こんな感じで、循環呼吸は練習してもらえたら嬉しいです。はい、という感じで今日は、循環呼吸についての、解説だったんですけど、どうでしたか？ちょっとね循環呼吸に関してはね難しい説明になっちゃったんで、なかなかあーちょっと理解できないなっていう方もいると思うんですけど、まあ僕なんてねディジュリドゥ循環呼吸なしでねもうライブとかやってましたし、まあ、地道にね練習していくといつの間にかできるようになってると思うので、楽しみながらねディジュリドゥを練習してみてくださいという感じでですね、これからもディジュリドゥがね楽しくなるような、動画を発信していきたいと思うので、よかったら、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこんな感じでバイバーイ。イエー